新宿キャンパス、横浜キャンパスグレック外語専門学校は、東京都目黒区に本部を置く語学系の専修学校。他に、グレック外語専門学校新宿校、グレック外語専門学校横浜校がある。設置者は、学校法人東京ビジネス学園。グレック外語専門学校は、語学、留学、IT、観光、ホテル、航空、貿易など、 総合的なビジネスを包括する語学系専門学校である理念編集21世紀の語学教育キャリア教育の提供による国際社会で幅広く活躍できるビジネスパーソンの育成を目指しているリベラルアーツの精神を取り入れ少人数定員制でプロフェッショナルプログラムをはじめとする様々なケーススタディに基づいた実務に役立つ能力と幅広い見識 知識とたくましい精神を持つクリエイティブなビジネスパーソンの育成に努めている。グレック外語専門学校の特色として、少人数定員制で細分化された英語のレベル別授業が行われている。グレック外語専門学校の起源は1964年、渋谷区代々木に好評演によって設立された代々木英語研究会まで遡る。1984年に、 新宿校の設立認可を受け、東京ビジネス外語専門学校新宿校、1985年に横浜校の設立認可を受け、東京ビジネス外語専門学校横浜校がそれぞれ開校した。1991年には現在の校舎が当時新校舎として落成し、2000年には原点回帰とキーワードとして東京ビジネス外語専門学校から、 現在のグレック外語専門学校に校名を変更し、2014年に創立50周年を迎えた。グレック外語専門学校を象徴するマスコットとして、熊のグリアーがいる。公式ホームページや各校舎の正面玄関を入って、すぐにその姿を確認することができる。グリアーは2005年、一般公募で愛称が決まったキャラクターで、その由来はグレックと、 ベアを掛け合わせてできたものである。スクールカラー、編集、グレック外語専門学校のスクールカラーは、オレンジ色である。校歌、編集外国語学科国際ビジネス学科公名の、グレックは人名に由来していると思われがちだが、見学の精神を表した、頭文字を取ったものである。学校法人東京ビジネス学園が設置している、学校は、系列校を含め以下の通りである。 ありがとうございます。